どうもなおちんです。本日も戦国無双5やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は黒田官兵衛使っていきましょう。半兵衛に続き官兵衛、大好きなキャラクターですね。では行くよ。それでは黒田官兵衛の技を見ていきましょう。こうなってます。固有チャージがチャージ2、そしてチャージ6ですね。チャージ2。いや、逃がしはしない。逃がしはしない。このチャージ2は範囲が広く結構巻き込めるのでいいです。僕はチャージ1、2、3をしょっちゅう使うと思うので、これは嬉しい。チャージ6。終焉だ。終焉だ。黒田官兵衛のチャージ6が、これおそらく全キャラ中ナンバーワンの範囲を、持ってると思います。お市はここまでね、範囲広くないもんね。まあ、この範囲の広さですっごいヒット数になるので S ランク狙いやすいです。それでは官兵衛行きましょう。あ、ミスった。馬上ではそんなに強くないんだった。行きましょう。こいつはね、本当にね、地上での攻撃がベストで、これ5歩を使うキャラクターだったら全部一緒なんだけども、チャージ1で、折り鶴、チャージ2でやっこさんかな、でチャージ3でなんか赤い手裏剣みたいなのを自分の周りに発動させます。そんぐらいだろうね、5、6秒継続するかな。なのでこれをつけたまま、チャージ5とかね、チャージ6、攻撃力のやつをするとさらに威力が増すので、めちゃくちゃ強くなります。まあ官兵衛はね、とにかくヒット数だよ。ヒット数がいっぱいあるからいい。よし、ちょっとできるだけコンボをこじらせないようにいきましょう。万事抜かりなく会長のようだ。このヤッコさんはいいね、全方向に炎の弾を発生させるのでコンボがねちょっと途切れそうになった時とかに意外とヒットが続くのでいいです。よし、この先に確か集まってるからここで、もう扉開いてるじゃん。マジか、早くない？そうか、下のクエストをやる前にまずここを、そうかそうか、殲滅させていくべきだったな。ミスったな。いや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 、もう半分以上削られとるし、やばい、これ以上削られるわけにはいかないぞ。じゃあ、これが行くしかねえな。いきます。はい、これ以上はやらせない。もう弓か銃がいたでしょ、当時だったお前。止め、敵将撃ち取った。できるだけキャラチェンなしで、相手ではなかった、全部官兵衛が倒す形で。おのお姫が敵か。いいぞ、ヒットス出せ。全て俺の計算通りだ。いい、ね、2頭もいいけどね、こっちもかなりヒット数は稼げるよね。こっちの、いやいや、わかんない、わかんない。それはもう好みだ。危ない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 、もう分かってた分かってた、天使が発動しなかっただけ。オッケー。ここちょっと待って、出します。これいけるかな、23、33。これ以上はちょっと難しいか、ギリ倒せるかどうか。まあまあ期待しておきましょう。一つね、エストレなくかでも総合エストレでは全然いいので、一つは稼いでいこう。じゃあこっちからいくね。どうだ、おお、オッケー、倒した。奥まで、もうこの銃が嫌い。
この首、ここで結構ね、最初の頃ヒット数をキャンセルされてたんで、飛行よし大丈夫、いざとなったら無双使えばいいからね。行くぞー、やばい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 、それまで、これ削られそう削られそう、負けちゃうか。小早川くん、お前を向こうに行かせるわけにはいかない。お前が行ったら絶対負けになる。よし、そうだ、その動き俺には見通せている。なんとか阻止できたね。なんという屈辱だ。あーやばいやばい、雑魚が何体か入っちゃったか。でも、まあ、とにかく早く倒そう、早く倒そう。もう怖い、もう早く出てきて。よし、とりあえず全発動してからの、負けるわけにはいかない。いざ、どうだ、テンペスト、テンペストか分かんないけどテンペストか分かんないけど、いっけ。全て俺の計算通りね、信行の隙はあるはずだ。よし、信行はそんなに HP 高くないか。いや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 、さすがだな。でもここでコアが進む、慎んでお相手しよう。はい、ちょっと奥は行かずに、もうすぐにこっちのボス倒しにね、じゃないとちょっとやばい、やばいやばいやばい。やっぱあの扉破壊されるとダメだ、ゴリゴリ削られる。最後は決めて行きましょう。さすがに倒すでしょ。はい、命あってのものだねだっての。かっこいいね。はい、ということで今日は黒田官兵衛使っていきました。まあ集まってるところでチャージ6かあれを使うとどんくらいだね、5000ヒットぐらいするから、すごいよ。はい、やってみてください。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。